世界で一番おじさんはそういう扱い心得てよね。いつもと違う髪型に気がつくこと、その2ちゃんと靴まで似ること、いいね。その3、俺の一言にはいつの言葉で返事すること、わかったら右手倒すのがをなんとかして、別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思ってほしいのか、恋って絶対で一番おじさんな気がついてね、待たせるなんて論外よ、こだわり卵のとろけるプリン、みんなみんな我慢します、わがままな子だと思わないで、俺だってあれはできるもん、後で後悔するわよ、当然テスターで俺は絶対で一番おじさま、ちゃんと見てにいちゃうよ、不意に抱きしめられた風にそんなに惹かれるあんな色を添いで外向く君、こっちのがあるないわよ。